この世界に人が、人なんかが存在するから汚れていくんだ。まさか一人で起こすつもりなのか、大地切断を。転移したのか。あなたは与えられた役目に逆らえぬ、私と一緒になるのだから。お待たせ、みんなもう揃ってる？ああ、揃ってるよ。ここに来るまでに街のいろんなところを回ってきたけど、まるでお祭りのようなすごい騒ぎ。そりゃそうよね。突然上空にアインクラッドができたとなれば、プレイヤーたちはオリジンのサプライズイベントだと思っているみたい。まったくのんきなものよね。まあ経緯を知らないから無理もないけど。それで崩壊したフィールドに関して調べてきたわよ。残念だけど被害はゼロじゃないわ。アルゴさんが走り回ってくれているおかげでいろいろ聞くことができたの。この始まりの町は幸い被害がなかったようだけど、他のいくつかの町や村は創生に巻き込まれたみたい。本来大地切断というのは地表が円形に切り抜かれ空へと上昇していくもののはず。けど今回起きた大地切断は中途半端な状態で、地表が崩れながら上昇している。巻き込まれた町にいた NPC たちはきっと、この世界の NPC は二度と復活できないのに。この状況運営は知らないのかな。まさか、とっくに気づいていると思うよ。ですけど運営からは何もアナウンスがないですね。現状に問題なしってことかしら。セブンなら運営の動きがわかるんじゃない？俺もそう思ったんだけど、セブンは今アメリカにいるから国内の運営の動きがわからないらしい。もしかしたらベータテストの中止なんていうことも考えられるんですよね。最悪ありえるだろうな。もう一人の女神の子が祈りを捧げちゃったから大地切断は起きちゃったんだよね。ジェネシスのやつを倒したっていうのにね。そういやジェネシスのやつはどうしたんだろうな。あいつを倒したとしても死に戻りしてまた襲ってくるかもしれないよね。いや、ジェネシスに関してはもう決着がついたよ。決着ってのはどういうことだ？あいつが並外れた強さを誇っていたのはやっぱりチート行為を行っていたからだった。
そしてそれはチートでよく知られるデータ改ざんとは違い、アミスフィアを改造することで実現させていた。その話をセブンから各所に回してもらって、すぐに逮捕されるらしい。逮捕？デスゲーム以来 VR マシンへの改造はかなり厳しく取り締まられている。第二の茅場になられたら問題だからな。じゃあこれでプレミアちゃんが狙われることはひとまずなくなったんだね。けどアミュスフィアを改造するなんて簡単なことじゃないんじゃない？実際ジェニシスの施したそれは相当な技術らしい。実はチート行為の常習犯で、ネットの一部では GOC ゴッド・オブ・チートなんて呼ばれていたみたいなんだ。そうしたこともあって、警察の方でも逮捕に踏み切る準備はできていたから、対応も早かったんだ。まったく、その技術をなんでいいことに使えないかな。そういうことってゲームを楽にプレイするためにするんですよね。他にもゲーム内を荒らして楽しむっていうやつもいるだろうな。けどジェネシスはそういうのとはちょっと違う気がする。強くあることに本気だった。体がおかしくなってるってのにデジタルドラッグを使い続けたくらいだもんな。そんな危険なことをしてまで強さを求めていたなんて。もう一人の女神は自分の存在する意味をジェネシスに与えてもらったと言っていた。ひょっとするとジェネシスも自分という存在を強さという形で守り続けてきたのかもしれない。ゲームで誰よりも強くありたい、誰よりも優れていたい、そうした気持ちはなんとなく理解できる。俺も昔は似た気持ちを持っていたから。そっか、ジェネシスもただゲームをやっていただけじゃなかったんだね。ジェネシスのことは一件落着だけど、もう一人の女神は止めることができなかったね。自ら世界の崩壊を望んだんですよね。この世界の NPC はみんな AI 化された状態だ。 AI 化された NPC は自分たちが目の当たりにしたことを情報として蓄積し、それをもとに自我を形成していく。ジェネシスやそれを取り巻くプレイヤー、無論俺も彼女へ影響を与えた。彼女が世界の崩壊を願ったのは、元をたどれば俺たち人間が原因なんだ。パパ、ジェネシスはもう一人の女神のことをティアと名付け呼んでいたらしい。あの二人の関係は俺たちが考えていたものとは違っていたのかもしれない。彼女を道具としてではなく、もっと違う存在として見ていた。今だからジェネシスの意志をこんなにも強く受けてしまったのかもね。ああ。ねえ、ところでプレミアはどこにいるの？そういえば今日はまだ見てないな。変だね、近頃はログインするとすぐに会いに来てくれていたのに。気になるわね。俺ちょっと探してくるよ。だったらみんなで探そう。私はシノノンやリズたちと街の中を探してみる。わかった、俺はフィールドに出てみるよ。アインクラッドが創生された影響で踏み込めないエリアも出てきてるみたいだから気をつけてね。ああ、
了解だ。プレミア！アスナたちも見つけられていないみたいだし、一体どこにいるんだ？もう少し奥まで進んでみるか。プレミア！いないのか？くそ、暗くなったせいでかなり効率が悪くなったな。そもそも、なんでプレミアはいなくなったんだ？ジェネシスはもうこのゲームには存在しないし、他のプレイヤーについていったとも思えない。であれば、あと考えられるのは。あれは。プレミア！キリト。やっと見つけた。こんなところまで来てどうしたんだ？なんだか様子がおかしいな。どこかに行きたかったのか？行ってくれれば俺が連れて行くのに。連れて行ってくれますか？では、私を。ん？私を、祈る場所へ連れて行ってください。え？私は、祈らなければいけない。待ってくれ。なんでプレミアが祈る必要があるんだ？それが、私のすべきことだから。キリト、私を、祈る場所へ。プレミア本人であることは間違いないはずだけど、彼女が自分から祈りたいだなんて言うとは思えないな。あ、一つだけ聞かせてもらっていいか？祈りたいというのは君の本心で言っているのか？本心？もしプレミアが祈れば俺たちはもう会えなくなるかもしれない。女神だとかそんなの関係ない。プレミア自身の気持ちを聞かせてほしいんだ。私の、私はキリトと、本心です。祈りを捧げることが私の望み。これはプレミアの設定が上書きされているのか？祈ること、それが私の、ま、そう。プレミア、君の本当の望みを叶えてあげるよ。キリト、私はキリトと、キリトとずっと、私はキリトとずっと。
君の望みを一緒に叶えよう。上を見上げてみなよ、プレミア。上ですか？星、たくさんの星が輝いています。たまにこうして星を眺めることがあるんだ。綺麗。ああ、俺もそう思うよ。この世界がどんなところであれ、こうして感動する気持ちは本物だ。本物。うん。プレミアとこうやって一緒に過ごしている時間だって、貴重な一瞬だよ。はい。私も、貴重な一瞬だと思っています。これからも、ずっと一緒にいられますか？ああ、もちろん。またこうして星を一緒に眺めることも、極上のクッキーを一緒に食べることも。いくらでも付き合うよ、プレミア。ありがとう、キリト。どうした、プレミア。なんかおとなしいけど。昨晩、皆さんに心配をかけてしまったので、なんて言えばいいか考えています。なるほど。昨日は時間も時間だったから、みんなとあまり話をしないまま別れたもんな。皆さんがログアウトした後、こうしてずっと悩んでいたんですよ。そうなの？ユイには気負いしなくても大丈夫だと言われました。うんうん、気にしなくても大丈夫だよ。そもそもプレミアが悪いわけじゃないんでしょ？まあでも、思うことがあるならそれは伝えればいいんじゃないかな。そうですね。では、思ったことをそのまま言うと、つまり、心配させてごめんなさい。それと、探してくれてありがとう。無事で本当に良かったわ。おかえり、プレミア。僕だって、プレミアちゃんが帰ってきてくれて、すっごく嬉しいよ。だってさ、よかったな。はい。ところでパパ、お話があるのですが。ん？どうした？プレミアさんに起きた現象について念のため調べておいた方がいいと思うんです。なので、私をまたコンソールルームへ連れて行ってくれませんか？なるほど。確かにまた問題が起きないとも限らないな。はい。よし、わかった。それじゃあ行こうか。ジュールからプレミアさんへアクセスを試みた形跡があります。強制的に彼女を操り、完全な大地切断を再現しようとしたんだな。ですが、プレミアさんは自身の意思でモジュールによるデータ改ざんを打ち破ったんですね。ああ。それで他におかしなところはないか？最新のログを調べてみますね。あれ？
どうした？おかしいですね。モジュールとは別の場所からクエストを改変している形跡があります。モジュールとは別の場所から？ユイ、もっと詳しく調べることは可能か？やってみます。アインクラッドを崩壊に導くシミュレーションモジュール、それとは別の何かがプレミアたちのクエストを改変している。今この世界で一体何が起きているんだ？パパ、何か分かったか？大変です。このままではアインクラッドが地上に、アイングラウンドに落下してきます。なんだって？もしそんなことになれば世界の崩壊は免れません。アインクラッドが落下？んなことになったら確実にこのゲームは続けらんなくなっちまうぜ。地上にいる NPC のみんなも無事で済むわけがないよね。まったく、NPC は復活できないってのに。そもそもなんでアインクラッドが落下してくるのよ。それは祈りを捧げたもう一人の女神ティアさんが原因です。彼女のデータは現在アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールに結びつけられている状態です。そして彼女が AI として積み重ねてきた世界の崩壊への思いによってクエストが改変、結果としてアインクラッドが降下を始めたんです。崩壊への思い、クエストが改変って、そんなことが起こせちゃうんですか？ゲームの基幹プログラムであるカーディナルシステムにはクエスト自動生成機能というものが存在します。その機能により常にゲーム内で様々なクエストが生成され続けています。そしてまたプレイヤーの想定外の行動などで辻褄が合わなくなった場合、クエストが修正されることがあるんです。でもティアって子はプレイヤーじゃないのに。つまり人も AI も変わらないってことだよ。思いを重ねることで自分を作るという面で見れば、プレイヤーたちの影響でジェネシスの破壊衝動が今の彼女を作ってしまったんだ。それでアインクラッドの効果を止める術はあんのか？あります。今ティアさんのデータの所在地はアインクラッドの中枢を指しています。そこに行きモジュールとのつながりを断ち切ることができればアインクラッドの効果は停止するはずです。なるほどな。つうことはやっぱアインクラッドに殴り込みをかけないといけねえわけだ。ユイ、一つ聞かせてくれ。彼女のデータが存在しているということは生きていると考えていいのか？はい。プレミアさんが祈りを捧げずアインクラッド創生が完遂しなかったことが幸いしたのかもしれません。そうか。やることは決まったね。行きましょう、アインクラッドの中枢へ。そのためにもまずはアインクラッドにたどり着く方法を探さないと。それについても当てがあるんだ。プレミアが一人いなくなった時、モジュールはアインクラッドを中枢に連れ出し祈らせようとした。つまりプレミアが向かっていたその先にアインクラッドへとつながる道があるはずだ。なるほどね。だったら行きましょう、世界を救うための道へ。
この世界を危機に陥れた原因は確かにプレイヤーかもしれません。ですが、この状況を救えるのもプレイヤーだけです。どうかこの世界を救ってください。ああ、約束するよ。